築地から移転する豊洲新市場の土壌汚染対策について検討する協議会が開かれ都の担当者は対策工事が終わるのは秋ごろという見通しを示しました協議会には築地市場の関係者や地元の住民研究者らが出席し都が行ったことし2月までの土壌汚染対策工事の進み具合が報告されました。 汚染対策が終わっているのは現在、汚染土壌の処理施設が建っているエリア以外のところで処理施設が解体された後とその敷地の汚染対策に取りかかるということです。そのため工事は 当初の目標だった今年度中に終わらず、すべて完了するのは今年の秋ごろになる見込みです。市場関係者からは対策が完了した後、都として安全宣言を出してほしいという要望も出ましたが、都側はどの時点で安全と言えるかはわからないと述べ、工事完了後も調査を続けることにしています。